20分近くこの周りを歩きましたけど、食べ物屋がない、人気も少ない、こんなところでエンターテインメントが行われるのっていう、そんな感じですね。もう開始30分前なんで、もうとりあえずリングサイドにあるハンバーガーでも食べて時間を待ちたいなと思います。なんてことだよ。あー、お腹すいた。さあ、ルチャリブレ T シャツを買っちゃいました。あの100ペソですね、100ペソ、めちゃくちゃ安い。しかもなんかすごい独創的なデザイン。I love you, Japan!
Oh, my God.
Están a la venta los boletos.